でちょっと大事なあれで、今ですね、NHK と契約していた委託会社がですね、まあ、求人広告を出していて、その求人の中身が、まあ、NHK 受信料の契約収納業務ということで、求人出してるんですけども、ここはちょっと確認のために、NHK 預かり知らないでいいんですよね。はい、私もご質問いただいて、初めて知った。これ、こういうやつですけどね。もしかするとその過去のままが残っているとかですね、そういう可能性はあるのかなと思います。これちょっと僕詳しく調べました。でどういうことかというと、NHK の契約をしてもらうという求人であれば求人掲載してもらえるそうです。別の理由だとなかなか求人掲載してもらえないっていう理由があるんです、ね、要は闇バイトみたいな形で集めたいわけです。正直に書くと人が集まらないから NHK の業務だということで人を集めて行ってみたら実はそうじゃなかったということが可能性が極めて高いと言っています。ちょっと関係者何かに聞きました。グッドスタッフの人に聞きました。だから NHK の名前が違法な人集めに使われているっていうことの情報提供というふうにお考えいただいてですね、過去のものが削除された、そんなレベルじゃないです。それはもう3社少なくとも見つかっているので、早急にそこはちょっと対応を取っていただければというんですが、まあ、我々としては今巷で噂されている NHK さんが委託会社にお願いをして新規の契約とかの人をまた新たに集めているということは事実ではないということでいいですよね。これすごく大事なことなんです。これが復活するという意味ではないですよね。ちょっとこの広告を見た方が かなり浮き足立っていますので、そこは NHK さんの名前使われているので至急ちょっと対応していただきたいというお願いであります。と最後にこの長期の、まあ、3年度計画の中での受信料収入が80億円の減、比率にすると1.3とか4なんですけども、これは相当楽観的な見込み、 NHK さんにとって有利な見込みで3年計画が出てると思うんですけど、世帯も減ってるわけですよね。そもそも人口が減ってるから、でテレビを持ってる世帯も減ってる中でね、たった 1.3% の減っていうのの見込みっていうのは相当甘いなっていうのが正直な感想で、まあちょっと普通の上場企業で言ったらちょっと粉飾に近いぐらいの金額を僕出されてると思いますよ。できればそこだけちょっと宿題でご回答いただけませんでしょうかね。いいですか、そこお願いしても。はい、じゃあすいません、ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。NHK をぶっ壊す。